はい、どうも、リアルバッキョウです。さて、本日ですね、1月2日、昼となっています。皆さん、明けましておめでとうございます。そしてですね、本日はね、何をやったかというと、まず朝からご飯を食べて、そこからずっと寝てて、まあ、いい感じのね、寝正月を過ごしていました。そしてですね、まあ、本日より筋トレの方も再開していきたいと思うので、今日はですね、まあ、ベンチプレスを強くする方法。まあ、これとですね。あとは本日のちょっとビログ的なものを撮っていきたいと思います。それでは入っていきましょう。はい。まず昼食です。本日の昼食はこちら。馬刺しです。なんとね、馬刺しを 150g くらいかな。大量です。そしてあと白米を 300g。これを食べていきたいと思います。さて、いただきます。いや、僕はですね、去年より馬刺しアンバサダーをね、させていただいてますので、なので、まあ、今年初馬刺しとなります。そしてですね、さらに、やっぱりこの馬刺しというのはね、まあ、ヘム鉄なんかも含まれてるし、エルカルネチンも含むし、まあ、脂肪を燃やしながら筋肉をつけてくれるというね、最強の筋肉食だと僕は考えています。では、いただきます。これをご飯にワンバンさせて、うん、最高。今年一いいもんまず食ってるわ。うん。うん。本当は野菜もね、食べたいと思ったけど、めんどくさくて、うん。もういいでしょ。正月だし。うん。めちゃくちゃうまい。もう一個。うん。うん。いや、ほんと自然の甘みが一番いいね。うん。はい、っていうことですね。ゲオまでですね、ちょっとね、初売りのゲームを買いにね、やってきました。結構ね、僕はゲーマーなんで、欲しいゲームがたくさんあるんで、何を買おうかなとちょっと迷ってますね。どうしよう。はい、今度はですね、イオンに来て、イオンの初売りでなんかね、何を買いたい？おもちゃ？なんか、おもちゃなんかをね、買っていきたいと思います。では、行きましょう。わしはい、ってことで、初売りから帰ってきました。で、買ったものなんですけど、まずは、こちら。ゲオの方で、この、FF7 のね、クライシスコア。これ、ね、ずっと欲しかったんですよ。まあ、ずっとっていうかね、欲しかったんですよ。これをね、ちょっと安くなってたんで、1000円ほど安かったんで、買ってきました。買ってきました。はい。で、次は、あとは、あとね、はるくんが今、ハマってる遊戯王カードですね、これね。遊戯王カードの、ちょっと結構昔のパックかな、これ。うん。だからなんか色褪せてるんですけどね。これ新品です。買ってきました。これはアミーボ。アミーボだって。これはな、スプラトゥーンか。なやつかな。うん。これも買ってきて、あとはなんだ。なんだこれ。これはゲームで、できるのね。マコウクジ。めっこ、マコウクジはこれ何これ何これマコウクジだしか読めない。としか言えないか。呪術廻戦マン。びっくりマンとのコラボフィギュア。これね、なんか安くなってたんですよね、かなり。これも買ってきました。ね。はい、これ。で、あとは何これ。これは。マリオのあれなんだ。あれか。マリオのあれか。これ、スーパーマリオの。ね。はい、ガチャガチャで。ハルトは開けようとこっちに来ました。あと、これは何これは。これは何これ何ハルトが新しく。うん。これポケモンのやつポケモンね。目指すかで新しくスターポケモン2人撮ったんですごいね、でもレアなやつじゃない、うん、スターポケモンレアだっけまあこんな感じですね結構いろいろ買ってきたという感じです。おやつもありますけど、あ、おやつもね、買ったね、うん、あの結構楽しみましたね、うん、楽しかったはい、ってことでまあいろいろおもちゃなんかでねバル君とも遊んだりしたのでこれよりね筋トレに行っていきます。まあ、今日はですね、大胸筋のトレーニング、そして、まあ、胸のトレーニングで、まあ、しっかりとね、ベンチプレスを強くする方法、これを主にやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ベンチプレスを強化する方法。まずは、ベンチ台に滑り止めを敷くことで、アーチをより安定して高く組むことができます。そしてウォーミングアップ。僕はまずは110キロでしっかりと筋肉を温めていきます。まあ、フォームを確認しつつ怪我をしないように注意していきます。
まずは神経系統を強化するスーパーネガティブトレーニングです。普段よりも 15% ほど重いものを扱い、安全バーはピン一つ分ほど高くし、そしてバーベルを上げ耐えながらゆっくりと下ろしていきます。潰れたらまた元のポジションに戻し、これを4セットほど行います。また補助者がいる場合はサポートしてもらいながら5回かける2セットほど行うようにしましょう。重量を扱うので怪我をしやすいので、フォームには十分気をつけましょう。続いては重量をやや軽くし筋力向上のトレーニングです。6回ギリギリ上がる重さ、これを2セット行っていきます。僕は130から 132.5 キロくらいです。ちなみにアーチを高く組み、バーベルを下ろすのでなく、胸からバーベルを迎えに行くように動作すると大胸筋をより強く使うことができます。また僕の場合はお尻を上げた方が肩関節に来づらいので、お尻を上げながら動作しています。ここからは筋肥大目的のために10回上がる重さを3セット行っていきます。ちなみにこのように僧帽筋でブレーキをかけるようにすることで、より高いアーチを安定して組むことができます。筋肥大目的のベンチプレスの場合、僕は大胸筋に最も負荷が強くなる下半分で動作するようにしています。そうすることで筋肉の緊張時間が増え、より大胸筋に強い刺激を与えることができます。まあ、かなりきついです。2種目目はインクラインダンベルベンチプレスで大胸筋上部繊維を狙っていきます。まずは筋力向上のセットで6回ギリギリ上がる重さを2セット行っていきます。ただし僕が通っているジムには40キロまでしかダンベルがないので、1セット目は6回、2セット目は限界までという形で行っています。ここからは筋肥大のセットです。10回上がる重さを3セットしっかりと効かせながら行っていきます。下ろしながら大胸筋をしっかりとストレッチし、トップで大胸筋同士をギュッと絞り込むようなイメージです。このセットはなるべく丁寧に動作することが非常に重要だと考えています。終わったらすぐに手と手を合わせ、このようにして絞り込んでいきます。やや上の方に絞り込むことで大胸筋上部をより強く刺激し、大胸筋上部に血流を送り込むことができます。このようにしてより効かせやすい状態を作っていきます。3種目目は大胸筋下部を狙ったチェストプレスです。まずハーフポールをこのようにくくりつけ、その上に滑り止めシートを敷き、安定しやすい状態を作って動作します。まずは筋力アップのセットから、これも6回ギリギリ上がる重さを2セット行っていきます。しっかりと胸を張り、大胸筋下部を絞り込むような気持ちで動作していきます。次に筋肥大のセットに入っていきます。10回しっかりとコントロールしてできる重さをセットします。これはベンチプレスの補助種目、もしくは追い込み種目として活用しています。最終セットはかなり効きました。もう胸もパンパンです。そして続いてはインクラインのバーベルベンチプレス、これで大胸筋上部繊維を狙っていきます。こちらもまずは筋力向上のセット、6回ギリギリかける2セットです。僕はあまり深く下ろすと肩関節に痛みが走るので、ハーフレップぐらいで行っています。そしてここからは筋肥大のセットです。10回上がる重さかける3セット、これで大胸筋上部から力を全て使い果たすようにしています。そしてこれが終わったらすぐに、こちらもやはり手と手を合わせ大胸筋を絞り込んでいきます。10回ほど終わったらトップでこのように10秒キープして、そうすることで大胸筋上部により血流を多く流し込むことができます。ついにラストの種目、それはダンベルフライです。ダンベルフライは大胸筋を非常に強くストレッチできるため、大胸筋に強い刺激を与え、筋肥大にかなり有効な種目と言えます。それによりベンチプレスの重量も伸びやすくなります。
ポイントとしては息を大きく吸いながらダンベルが弧を描くように動作し、そしてトップで大胸筋をギュッと収縮させるように動作していきます。これをしっかりと効かせて10回4セットほど、いやー今日もかなりいいトレーニングをすることができました。気持ちいいくらいパンプしています。以上です。はい、ということで本日1日終了して、まあ、今年初の筋トレが終了しました。まあ、ちなみに僕は現在大胸筋を強化中で、まあ、大胸筋を肥大させるにはやはり物理的刺激、つまり重量を持つことが重要だと考えているので、ベンチプレスやダンベルプレスを伸ばすようにしています。まあぜひですね、参考にできることがあれば取り入れてみてください。ということで今年も頑張っていきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。いやーしょ。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。